やえ着物のやえです。今から刀が結んでいくけん。帯四十五センチほど取って帯板にクリップで留めます。それからまず一周巻いていくけん。空気刃抜いて二周目刃巻いていくけん。空気よう抜いてね。 それから帯ば綺麗に折り上げて、ぎゅーってしてください。で、一回結びます。帯の根元ば広げていって、これで帯が緩まんことになるけん。それから帯ばびおぶたたみしていくけ 帯はパタパタパタって折っていて右手の方になるとか2枚あると思うとばってそれは2つとも同じ長さにして左手の方は帯が2枚あると思うとばって帯の旗でない方の帯は右手の帯と同じ長さにするけん帯の中心は M の形にするけん半分に折った方の帯で上から巻いていくけんまず1回目ぎゅってしっかり締めてね 2回目は巻いていって帯が下に来たら帯と帯板の間に入れていくけんゆるまんごとよう引っ張ってね帯の形は整えていくけん左手の帯の帯の端っこじゃなかった方は帯の土台になっとるけんでそれで形は整えてってね下にで取った帯は帯と帯板の間にくるっと巻いて収納してね帯の形は整えていくけん 大体の方の、帯の端っこの長さばってん、一般的にはこの長さ五十センチほど短かとよ。ばってん、これぐらいの長さもよかねーと思って、してみました。自由によかよ。後ろに回して、鏡で、後ろば確認してね。床ごとったら、前歯整えます。できた場合。 もう取ったら中心がずれとった。本当はかん、感じになるけん、中心は合わせてね。